これでも1匹だけポツンとおったんですかね。どうしたんでしょうね。聞いたかなと思ったけど。うん、鳥は結構騒いでますね。カタクチイワシが1匹だけポツンと釣れてます。まだちょっと風が強い状況ですが、釣り人いらしてます。だんだん収まるんだと思います。なんとか差を出せる状況です。サバとイワシがわずかですが釣れてます。羽橋の周辺に来てます。2日前にこの周辺で、ハゼ30匹ほど釣られた方があります。ハゼのポイント、ここらはもう全域だと言っていいと思います。特に高露園の浜、お前浜、それから五路大師の浜、橋周辺、こちら側、石畳でも釣れます。ちょうど一人ハゼ狙いの方がいらしてます。駐車場はお前浜の駐車場がありますのと、こちら側に西宮浜の公園駐車場というのがこの横にありますが、なぜか、今日は、工事中か何かで閉まってます。このところちょっと閉まっているような感じですのでご注意ください。ハゼ美味しいので狙いましょう。ハゼ釣り方は、ちょい投げ、探り釣り、浮き釣り等あります。ちょい投げが、広い範囲探れて面白いかと思います。ちょっと長めの竿で、石畳の探り釣りもいいと思います。餌は石五貝でお願いします。おお、まや、まだ大きになりますもんね。もうちょっと釣り方としてはそっちが探り釣りみたいな感じですね。ああ、そんな仕掛けで、いいですか。これは大きさですか。ああ、なるほど。かけやすくていいですもんね。それとちょい投げみたいな感じですか。ああ、なるほど。2種類で。楽しいですね。ありがとうございます。すいません。忙しいとこ申し訳ない。助かります。また乗せておきます。ありがとうございます。やっぱハゼいてますね。